はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、ですね、昨日なんですけども、ちょっと楽しみなことがですね、起きました。はい、実際は1月にそれがあるんですけども、今はまだちょっと皆さんには伏せとこうかなと思うんですが、今から半年後ですね、それがあるので、楽しみにしながら生活していきたいなと思ってます。はい、そしたら本題に入っていこうと思うんですけども、この間っていうのは前屈ですね、前屈をした時に腰が痛くなる人のお話をしてきました。はい、もうだいぶですね、皆さん勉強が好きなのでなんとなくメカニズム分かってきたと思うんですけども、もう一回簡単に言っていくと、筋膜ですね、筋膜ってものが体全身つながってますってなった時に、前かがみをするってことはこの後ろ側の筋肉がしっかり伸びてくれないと、前屈ってできないんですよね。でも何かしらによってこの後ろ側が硬くなってきてしまうと、どうしても前に行きたくてもそれがギュッて突っ張ってしまって、結果腰が痛くなってる。なのでこれに対して電気を当てたりとかマッサージをしても改善しないってところはなんとなく分かってきたんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたらですね、今日はまた前屈を倒していく、中での原因となる筋肉ですねの4つ目かな。はい、じゃあそれが何なのかっていうと、はい、僧帽筋っていう筋肉があります。僧帽筋ですね。でこれどこにあるのかっていうと、はい、こちら青く光ってる筋肉あると思います。はい、これひし形になってますね。はい、これ半分右側で、これが左側っていう形なんですけども、なぜですねこの僧帽筋っていうのは硬くなってきてしまうと前屈をした時に腰に痛みが出てきてしまうのかっていうとですね、体がこうやって倒れるときって、じゃあ腰だけ動いてるのかっていうと、そうじゃないんですよね。そうじゃないです。じゃあどこが動いてるかっていうと、首も動いてますし、あともう一個、肩甲骨の柔軟性がですねないとこの前屈ってできないんですよね。前屈はできないです。しかしこの僧帽筋が硬くなってる方って、この肩甲骨がですね硬くなってしまってるんですよ。そうするとお辞儀をしたくても、ここの硬さっていうのが影響してしまって、結果腰に痛みが出てる方っていうの方が非常に多いです。なのであなたがですね前屈をした時に、痛いと仮定します。そうした時にこの僧帽筋をですね、こうやってつまみながらお辞儀をして、その症状が柔らかくなるってことであれば、少なくともあなたのその腰痛っていうのはこの僧帽筋、つまり肩甲骨が硬いことによって前屈ができないようになってしまってます。はい、なのでこういった場合はですね、僧帽筋を中心に肩の筋肉を柔らかくして、肩甲骨の動きっていうのを出してあげることによって、ここにかかる負担を減らして腰痛が改善するっていうわけなんですよね。はい、なので今日はこの僧帽筋をですね緩ませる方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、でじゃあどこをですね使いながら僧帽筋を緩めていくのかっていうと、はい、こちら見えますかね。はい、これ青く光ってると思うんですけど、これ前鋸筋って言われる筋肉です。前鋸筋ですね。僕たちの体で言うと、ちょうどですねこの辺りですね、あばらの骨あると思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。はい、この脇の筋肉がこの間しましたよね、あった時に、この脇の筋肉よりもちょっと胸寄りですね。はい、ちょうどこの辺り触るとちょっと痛いです。はい、ここが前鋸筋っていう筋肉があります。実際はここからバーッと来てですね、肩甲骨の内側までついてるような筋肉です。はい、でこの筋肉はですね硬くなってきてしまうと、肩甲骨の硬さが出てきてしまって、結果僧帽筋っていうところは硬くなるっていうのがありますので、ここを使ってですね、ここを緩めていくことっていうのをやっていこうというふうに思います。はい、でまずですね、右が痛い方は右側を、左が痛い方は左側を、両腰が痛い、あるいは真ん中が痛い方はですね、好きな方からやってあげてください。はい、そしたらちょっとベッドに一緒に行っていただいてもいいですか。おはい、そしたらですね、やり方を説明していくんですけども、この前鋸筋ですね、前鋸筋、さっき言ったこの辺り、はい、この辺りを今から刺激をしていくんですが、まず
寝てください、やりたい方を下にして寝てください。でこんな感じですね、はい、日曜日の午前中のお父さんみたいな姿勢になってもらって、でこのままですね、さっきのここありますよね、ここに自分の手をガッとガッと指で押さえてあげて、そのまま日曜日のお父さんをしてください。はい、で日曜日のお父さんしてもらったら、ちょっと体をですね前に倒します。体を前に倒します。こうすることでより前鋸筋にグッと指が入る感じがするんじゃないかなというふうに思いますので、入る感じがしたらですね、このままもう30秒ぐらい待っといてあげてください。はい、もうテレビ見ながら30秒、 CM の間とかにやっていただければと思います。はい、余裕がある方はこのままですね、この押さえているこの状態から、まあ、頭を浮かせて、こういうふうに手を動かしてあげてもなおここが緩みやすくなるのでいいかなと思います。ここを押さえているとしんどい方は、動かさない方がいいかなと思うので、まあこんな感じで日曜日のお父さんしといてください。はい、でこれがですね30秒から1分終わると、まずこの時点でやった側ですね、やった側のこの辺が緩くなってる感じがすると思います。肩のすくみやすさとか上げやすさが出てると思います。はい、でこれをやっていただいたらですね、最後仕上げに僧帽筋自体をですね緩めていきます。でやり方は、右をやりたい人は左手ですね、左手でこんな感じでギュッとつまんでください。はい、こういう感じですね、ギュッとつまみます。つまんだ状態でもうブラン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 仕上げてください。はい、でこれ注意点があってですね、このブランブランしてるときにこの挟んでるこの手が緩んでしまうとあんまり意味がないので、しっかりと握った状態でブランブランとしてあげてください。もういろんな方向に動かしてもらって、はい、でそういう風にしていただいて、またですね話すと絶対やった方がですね軽くなってる感じがあると思います。でその状態で痛かった前屈してみて、なんか楽になるってことであれば、あなたのその腰痛っていうのはこの僧帽筋ですねだったりとか前鋸筋のせいでその症状が出てますので、ぜひ今日お伝えしたストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークがあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。